ご視聴ありがとうございます。風流太平記、山本周五郎。万三郎は女の正体を問い詰めます。三。やめてといううめきに万三郎はひょいと力を緩めた。その叫びは絶足直前のもののように聞こえた。それで我知らず力を抜いたのであるが、 同時に女が絶叫した。喉が裂けるかと思うほどの声で座敷いっぱいにピンと響いた。万三郎は女の口を押さえようとした。女はもう一度叫んだ。万三郎は女を突き放し、障子を開けて廊下から庭へ飛び降りた。暗くなった植え込みのすぐ目の前に二つぼばかりの菊畑があり、裏かれてはいるが、 白く固まって咲いている花の群れが、そこだけ暮れ残ったように、もっと明るく滲んで見えた。そこに二人立っていた。護衛してきた三人のうちの二人らしい。万三郎を見ると二人とも刀を抜いた。そうして万三郎が立ち止まると、もう一人廊下を走ってきたのが、後ろから叫んだ。 よせ、じたばたするな。万三郎は振り返った。その男は座敷の火を背にして立っていた。顔は見えないが、例の中年の喧騒な男だろう。左手に三尺近い、ほとんど無ぞりの刀を持ち、今にも抜き打ちを仕掛けそうな、殺気のある身構えで立っていた。 その身構えを見たとき、万三郎は危うく声を上げそうになった。こいつだこの男だ築地の貸しの夜道。小雨の中で偽の綱を追っていたとき、後ろから来て体当たりをくれた男があった。万三郎は雨水の溜まった路上に転倒したが、そのとき見た男の姿が、 今そこにいる相手の体つきそのままである。昼間はわからなかったが、明かりを背にして立っているのを見て、初めてはっきりと思い出した。決して間違いはない。あの時の男だ。こう気づくと立然とした。この前の時も、よろめきながら去ってゆく後ろ姿には、一種の凄みがあった。それは、 陽気といったふうなかなり異常なものであったが、今目の前に立っている体からも、それと同じものが感じられた。段違いの腕だ。万三郎はそう直感した。しかも、尋常の剣ではない。万三郎は腹を据えた。ああ、どうも。これほど用心剣後とは思わなかった。 いっぱいですな。黙ってあがれ。あんまり手荒にしないで。座敷の中から女が言った。あたしの大事な人なんだから、足が汚れていたらこれを使わせてあげて。手ぬぐいを投げてよこした。万三郎はそれで足を拭きながら男を見上げていった。高額のために聞かしてもらおう。よほどの腕と見えるが、一体、 あなたは誰です俺の腕がわかるのか詐欺とカラスぐらいの見分けは誰にだってつくさ。これでも燃料とおのはを少しばかりかじっているからね。名を聞かせてもらえないかいいだろう。相手は微笑した。すると、白い葉が見えた。名は刀で教えたいが。 今はあちらで御用があるそうだ。麹町七丁目に道場を持っていたことのある石黒半兵衛殿か。万三郎は思わずそう叫んだ。ご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。またご意見ご感想などありましたらコメント欄にお残しください。 ありがとうございます。